こんにちは。今日は何をしますか？五葉松のちょっと軽めの精子をしていきたいと思います、はい。この木は素質がいい木なんですね。この振りがあって、うん、枝もある程度できていて、なおかつ葉性がとってもいい木で、素直な葉性なんですね、うん。これを針金かきを軽くしていって商品にしていきたいなと思います。商品らしい針金かけをして、うんうん、この後7月の23から23、24、25でやる東神盆栽フェスに、まあ、ちょっと価格も下げながら出せればなっていう木ですね。まあ、素材とかの安く人に喜んでいただけるようにちょっと頑張って針金かけしていきたいと思います、はい。でまずは最初に、まあ、枯れ枝を切っていって、芽がない枝もありますし、ちょっといらないところもありますんで、軽い枝抜きだけして、でからやっていきたいとなと思います、はい。で。若干枯れてるところがこういうところありますんで、こういうところはもう元から切っちゃう感じですかね。はい、ちょっとこういう残ったところがありますんで、そういうところは元から切らずに、ちょっと残して、若干なこういう地にしてあげるといいかもしれないですね。まあ、今の時期ですとそっくり元の方から切るとヤニが出るんですよね。松ヤニがボタボタ落ちるんで、まあ、そういうのを保護で、はい、軽く残してあげる程度でやるといいかもしれないですね。であとはもうちょっと大きい木とかだと、この切り口にカットパスタペーストがあるんで、それを塗ってあげると、まあ、ヤニが吹き出る、まあ、防止にもなりますしね。でカットパスタがあるんで、まあ、少量取ってで手を濡らして、この周りですかねに塗ってあげると、まあ、ヤニが出る心配がないですね、はい。まあ、木が喜びますんで、うん、ちょっと元から吹いてるんですけど、はい、今回は作りやすくするために切っていきたいなと思います、うん。元の方にある枝っていうのはこういう木では重要なんですよね、はい。それを切ってしまうと、もう元の方がなくなって、五葉松っていうのは胴吹きがしにくいですので重宝されるんですね。それがないと枝が間延びして見えて、ちょっと腕が長く見えてしまうんですね、うん。なので元の方はやっぱり残してあげるっていうのは重要ですね。あとはこうやって枝を作っていくわけですけど、やっぱり1の枝っていうのは若干迫力を出したいので枝数は少なくしないんですけど、こういうふうに枝をどういうふうに作るかっていうのを先に考えて、まあいらないなっていうところは落としたりとか、あとは芽がこんなに混んじゃってるところはちょっと間引くとかしてあげるとより作りやすいかなと思いますね。あとは一枝こういう風に、棚を作るんだったら多いなとか長いなっていうのは、まあ、切ってあげる、元の方をやっぱ生かすっていうのは重要なので、先の方を切ってあげるとよりいいかもしれないですね。出来上がりを想像して剪定していくってことですね。そうですね、うん。でこの木のいいところは、うん、もう木がそもそも出来上がりつつあるんですよ、はい。枝もいいし、そうですね、振りもいいし、うん。なのでこの木の場合は別個にしていただいた人が数をやっぱりこの後増やして、うん、で棚を豪華にしていけば一級品になると思いますので、うん、なるほど。そういう木ですよね、うん。まあ素材としてこの木は優秀っていう木ですね。その前段階として針金かけをしていきます、うんうんうん。でこういう一の枝とか、うん、差し枝とか、うん、こうやって落としたい場合はしっかり太い枝、はい、あ太い針金を使って、うん、かけてあげないと効かないの で、 でこうやって、かける場合も幹にかける場合も、うん、しっかりこの正面にあんまりかぶらないようにかけてあげると綺麗ですよね。なるほど。裏側にThank you.
いらないかな、もう。今、ちょっと悩んでたんですけど、はい、ここ3本あるかな、ヘラが、わかるですかね。で、もともとここにも1本あったんですよね。まあ、勢力がこの2本に集中したために、こいつとこいつが同じ太さになってるんですよ、はい、で、このまま放っておくと木として良くない。まあ、種木としてこっちの方が振りがあるし、まあ、頭が樹幹部があるので将来的にはこっちの方がいいんですよね。でやっぱりガサを出すにはこの枝もあった方が作りやすいんですけど、やっぱりこれをほっとくと、まあ、よりもっと太くなるし取り返しのつかないことになってしまうので、もう今のうちに全部落としてしまう。でその枝はこの枝でカバーするっていう感じですかね、裏枝として。じゃないとこの木が上に行くに従ってずんぐりむっくりっていうか玉でっかきね、そうなっちゃうので、うん、こういうところはやっぱり押さえてあげないといけないですね。なるほど、はい、でこういうところも同じように、まあ、処理をしてあげて、まあ、若干残しつつ陣にしてあげるといいですね。枝には出てきやすいので、ほうほう、しっかりカットパスタを塗ってあげるのがいい木を作るポイントですかね。なるほど。こんな感じか。根元だけでいいんですか。根元だけでいいですね。切り口からヤニが出てくるんで、枝を見ればわかるんですけど、脇の方から、まあ、形成層のあたりから周りから出てくるので、うわ、殺したすーごい、なんか全身痒くなってきました。いいね。あらかた一応あらかけっていうかのが終わったので、これから細かいところの仕上げっていうかをしていきたいなと思います。これ荒掛けでかけた枝は、はい、太いやつをこの位置まで持っていきたいっていうことを、そうですね、骨組みを作っちゃうって感じですかね。 ある程度この枝のバランスを整えてあげるっていう感じですかね。で最後に仕上げで枝を作る、きれいに作る。なるほど。で最後、僕の感覚で言うと荒掛けは、荒掛けと最後の仕上げはの区別は動線でいうと18番以内に収まるように荒掛けするって感じですかね。最後は18、20、22で終わらせるぐらいまでする。分かんないなちょっと分かりづらいんですけど、これが18番。どれ。これが18番。はい。でこれが20番。20番。ここが22番なんです。22番。そう、画像だとあんまり分かんない。触ると分かるですね。だんだん細くなってくる。やっぱり銅線の場合だもうアルミ線も太ければ太いほどそれは効くので、はい、ちょっと太いところは18でかけたりとか、ちょっとそれより低かったら20でいい、で最後の最後を22でやるとか。荒掛けはここまで。僕は最後の仕上げで18番からかけるようにする。だから16番まで
に収まるようにかけるあらがけは、うん、僕の場合はこれぐらいの商品だと。で仕上げはこの番数ってことですね。そうですね。なるほど、はい、まあ、基準というか、そう、あの物によって大きさによってまた変わってきますし、うんうん、あれですけど、このぐらいの大きさだったらそういう風に僕は作りますね。その方が楽なんで。なるほど。で、こういう模様着の場合ですと、うん、棚を作るっていうのが重要なんですね。下に枝があったりとか、葉っぱが出ていると、それだけで棚っていうのは汚く見えてしまいますので、やっぱりなるべく下に枝や芽とか葉っぱを来ないようにしてあげるようにかけるのがコツですね。はい。もう一つその18番以内に収める理由としてこれがあるんですけど、うん、マサクニの針金機ちっちゃいやつなんですけど、はいはい、これをかけ、僕は小指に持ちながら針金かけると効率的なんで、うんうん、なるほど、はい、これはちょっと太い針金だとやっぱりここの長さがない分切れないんですよね、うん、なので、やっぱり18番以内であればこれ全然切れるので、うんうん、なるほど、それを手に持ってその場で切れるように僕はだから18番以内にするから、これは1本あると便利なんですけど、うん、まあ、愛好家の人たちとか数があんまない人とかは別にそんなにいらない話ですけど、うん、やっぱり数やるとか時間に追われてる人とかが使う分には、うん、まあ、使いやすいんじゃないかな。使いやすい、アルミ線だったら太いのもそんな硬くないじゃないですか。あー、キムさん来た。じゃあ、YouTube 出てくんないかな。なんかもう一回言えないからな。怖くて。怖くて。今目起こしをしてる感じ。で、ちょっと3年葉。3年葉。去年の前の年、一昨年の葉っぱをちょっと綺麗にしてあげて、ね。抜きながら。はい。かけるときにやってあげると効率的かな、うんうん、僕は、うん、ちなみにこれ販売するじゃないですか、はい、でこれ動画見てる人がもしかしたら購入するかもしれない、はい、今度の末、フェスで出すから植え替えはした方がいいんですか。これ植え替えは、やっぱりしてあげるいい、まだ大丈夫だけどしてあげてもいいですね。でするときはちょっと観賞用にちっちゃい鉢に、これだとちょっと大きいので、そうですね、ちょっと大きい、うん、あの大きい鉢に、あ、ちっちゃい鉢に入れてもらってもいいですし、培養を考えるんだったらもうちょいこのままでもいいし。なるほど。じゃあもう買ってすぐ鑑賞できるようには一応私は作るんで。なるほど。針金外すのはどのぐらいの時期になるんだろう。まあ1年ぐらいは大丈夫じゃないですかね。あ、そうですか、うん、1年も大丈夫なんだ。ほんのちょっと食い込むぐらいの方が、うん、親松の場合は、あとも消えるしって。そうそうそう。カメラマンには収めましたのでこれでサムネで一発怒られるんだろう。いや多分あれですよ、もう木村さんが旦那に傘差してるのが映ってても最悪ですよ。そうなん、最悪ですよ。弟子内やってるんだったら絶対それで急いででも行ったじゃ気づいて遅かった。絶対でも素晴らしいですよ。早く気づかないといけないんだな。あの僕そういうのできなかったな。お話ししてる間にできちゃいましたね。高橋ひかりちゃんの、ひかるちゃん、ひかるちゃんの惚れてまう野郎話を聞かせていただきました。素敵素敵、もう惚れてます、はい、きれい。一応、うん、この、まあ、下枝はちょっと大きいかもしれないですけど、まあ迫力出すためにつけて、はい、ちょっと返ってくるような感じに、若干枝の少ないところは他の枝でカバーしながらっていうところにはなりましたけど、盆栽らしい、このまま飾っていただければ十分楽しめる木ではありますので、一応この木はこういう形で製紙をしたんですけども、うん、本来この木を楽しむんであれば、まあ、ここの懐の
余白の部分を生かしてあげたいんで、これを差し枝にグッと、やってあげて、右流れで表現した方が、僕はいいと思うんですよね。なので将来的にここの枝数が充実してくれば、こっちの枝をもう落としてしまって完全に右流れにした方が、よりこの木が小さくなるし迫力が出るんじゃないかなと。ただやっぱり今この状態ですので、一回残しておいて将来、落としていただければより綺麗な木になるかなとは思いますけども、あとはどういう木がお好みかですよね。そうですね、ガツッと帰ってくる木が好きだったら、よりもっとこの辺も落としてもいいし、この辺を左流れにしちゃう、そう、こうやって持ってくると、でこの辺を落としてあげると、落とすっていうのはこうやって落としてあげて、でこの辺をこうやってやれば左流れの強調された木になると思う。で買った人がそこは選んでくれたらいいと思う。はい、確かにもう今の時点でこの一の枝落としちゃっても別にかっこいいですもんね。かっこいいですね。でもっとちっちゃい鉢に入れ、これぐらいの鉢に入れればより締まった木になると思いますから。ちっちゃくてまだできることはたくさんあると。たくさんありますね。だから素材としてやっぱり一級品というか、質がいい、いい木ということです。こういうものも盆栽フェスで置いて、素材っぽいのも置きますんで、ぜひ物を見に来て当時に遊びに来てください。そうですね、いつも見てるこの園を遊びに来るチャンス、そうですね、ちょっと汚いですけど、でもなんかいろいろ動画に出てきてるのもいっぱいあるし、基本的にこうやっぱ素材系が多いですかね。ああそうかもしれないです ね、はい、先祖さんが未生で育てたやつとか、栗、途中のやつとかも出ると思いますし、プロが作ってるわけでもないんで、いろいろ味がそれぞれあって面白いと思いますし、あとはせっかくと大宮盆栽村に来ていただけるんで、盆栽美術館とか他の各園に回っていただければ、いろんな出会いがあると思うんで、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、じゃあありがとうございました。はい。